めましていきましょうか。スイートメモリーズのけいこです。まりこです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あれ、さっきさ、美しすぎる、なんて言ったの？美しすぎるステージ衣装。衣装、皆さんの衣装をご覧ください。なんか衣装なんかのね、美しすぎる新人歌手とか。ダメ、そうならないのね。ちょっと乙女コーポレーションの時となんか違う対応よね。さっきフレッシュなステージでしたが、ね、つなぎましたよね。入ってましたね。全部ね、台本通りなんですよ。あれ、誰が台本書いたんだろうね。それで台本通り私進めてまいりますので。私見てないね、その台本。全く見てませんよ。見ましたね。皆様はこの2人、はい、スイートメモリーズご存知でしょうか。パラパラパラの拍手、ありがとうございます。お笑い芸人じゃございませんよ。そう見えそうですね。終わりましたね。でもね、拍手も今届きましたけれども、徐々に皆さんの話題になり始めているのではないかと思いますけれども、はい、この2人、こう見えましてもお母さんなんですよ。こう見えましても、こう見えましてもお母さんなんですよ。結構いい年なんです。それも言っちゃう。え、言っちゃう。いいね。そろそろ書き傷などが治りにくくなってきたことしよう。ね、ぶつけ跡がね、これ2週間前から治らないんですよ。隠すの忘れちゃった。でも、置いといたのに。ね、そんなお年頃のお二人が、まあ、このスイートメモリーズ結成することになった、まずコンセプトを改めて皆様にお願いいたします。そうですね、これがね、SBC の60周年ということ で、 そうなんです。3月の末に大きなイベントがございました、はい、60時間の放送もありまして、皆さんお聞きいただけましたでしょう か、ょうか。ありがとうございま す。その際にラジオを聴きの皆さんへの感謝の気持ちを込めて、そうそう、ということで生まれたこの曲なんですよね。松本市在住のシンガーソングライター、ソクさんに作曲をしていただきまして、では歌詞をどうしよう。じゃあ聴いてくださってるリスナーの皆さんから応募していただいて、そのキーワードをつなげて作っていこうということで、できた歌詞はリスナーの皆さんが作ってくださった。そうなんですね。そんな歌詞なんですよね。で、本当にラジオもいつも、あ、こうやって聴いてくださってるんだなっていうのがすっごくこう伝わってきてね、私たちも嬉しかったですね。嬉しかったんですよね。はい、そうやって生まれたこの1曲を中澤恵子さんが、アイドルになりたかったの私の一言で、はい、その一言でこんな感じになりました。ちょっと待ってください、私だけかな、まりちゃん。あ、いけない、ちょっと違うね。コンディションにしてしまいましたね。そうです。80年代はラジオが一番こうね、キラキラ輝いていた。もちろん今もそうですけれども、そんな時代の、アイドルということで、我らがリスペクトする松田聖子さんからスイートメモリーズというね、アイドルユニットを取らせていただきまして結成いたしました。はい、はい、3月の末にデビューしたばかりなんですけど、そうですね、あの時は SBC の1階ロビーでの、そうデビューライブでした。コンサートがありました。その後野外フェスみたいな、やだ、野外フェス、トイゴ広場でやりました。かっこいいですね、野外フェス。今日はこの M ウェーブ、まあ、いわゆるこうドーム的な、武道館的な、ドーム、映画席のみんな聞こえる。いやー、すごいステップアップしちゃってるじゃない。一気に広い会場になりましたからね。でもね、こんなこと言ってるけどね、ちょっと緊張しているよ。かなりこう足ガクガクしてますよ。ちょっと緊張していますけれども、はい、そうですね、一番広いステージですからね、今日お客様も一番多いですし、まあでもそうは言っても練習まだまだ不足の私たち、歌にダンスなんて心もとないので、バックダンサーの皆さんにもね、来ていただきました。私たちの振り付けはダンススタジオブロードウェイの塚田真由里先生に、ね、はい、お願いしましてね、今日もダンススタジオブロードウェイの皆さんに来ていただきましたので、ちょっと上がっててください ね、 ね、拍手でお迎えいただけますか。もうこの皆さんが